よし、続きやっていきます。13話円盤撃墜作戦、あ、やっときましたね。前回そう無理に狙ってましたけど、結局そう当然勝ったしね。無敵だったんだ。にしても文字数多いな。敵輸送船が巨大生物の投下を続けています。このままでは被害が拡大する一方です。しかし輸送船は厚い装甲に守られており、航空機による攻撃では効果的な打撃を与えることができません。唯一のチャンスは巨大生物を投下する瞬間、うん、前回も狙っとったあれやね、開いた瞬間、真ん中か開いたハッチを攻撃し内部を破壊することです。地上部隊にしかあの輸送船は落とせません。これより歩兵による輸送船撃墜作戦を開始します。射程距離の長い武器を装備し出撃してください。あ、もうちゃんと書いてある、丁寧にここが本番でしたね。で、前回と変わらない装備でいきます。頼むぞレンジャー。やっぱやっててなんか安定感がありますね。硬いしレンジャーは人もいんでも、エアレーダーじゃない、ウィングダイバーのバイホだ。もう開いとる、もう開いとる、もう開いとるぞ。こっち、どんぐらいで落とせるかな。あー、もう閉まる。あー、2回ぐらい。やっぱりうわ、もう3方向に落とされとる。元気なやつがおるな、 EDF の味方もちょっと頼りながら、兄弟頼むぞ。真下にしっかり陣取って、いや、敵倒した方がいいんか、来とるな。いや、上も気にかけんなのちょっとしんどいな。前回開いたら教えてくれるかな。ただ今回開いとる。どう2回じゃダメか。マジ真っ赤っかになってきたレーダー。違う輸送船か今の。あー、やばい。あ、もう、あ、いろんな各々のタイミングで開く。きちー。ちょ、車線取ってないのきついな。全部やるかこういうの、周りのこういうのどう、しっかり開いとる、開いとる、もう開いとる。ジャティも、マイカル・ジャティも行ってもらおうジャティも行ってもらおうジャティ閉店。あ、敵すだいぶ囲まれとる。近い、被爆する。はい、いや、 EDF も被害大概やろ。こんなたまたま俺生き残ってますけど、開いてくれんかな今。開くなら、攻撃するなら今、開いてくれ。開く、今なのよ今。あ、ちょっと邪魔したい死んだのさっさと消えてほしいな。やべ、 4K のダメージもらった。2回も、あ、回復あるけど近づけ。やばい、マジでやばい。言うてまだ1機も落とせてないよね。落とせんイコールもう増え続けるだけやし、ね、やばい、ちょっと回復したい。ちょっと収まらん、突撃が。やばい、もうギリマップのギリギリまで来てる。アーマーとか今いいから回復欲しい。遠いな、あそこ。やるしかねえ。したいもん、吹っ飛ばして。少しずつこのちっちゃいので回復しよう。邪魔。やばい、全然減らせてない。どっか開け、あそこ開いてるんだな。近いの、傷が全開してる。ちょっと開いてくれ。まだ後ろ、あっち開いてる。ああ、まだか。開いた。あくす、車線がくー、
なかなか落ちんな。まずいまた敵増えた。近い。ちょっと射線が止まらすぎる。もう街を破壊する。狙いたいときに狙いのつらいな。あ、やべ見てなかった。高い建物をまず破壊しよう。あー、くそ。よし、あー、やばい。全然落とせてない。角度も悪いな。これ当たってるんだよ。あー、全然直せん。射精はすごい通ったぞ。味方もなんか頑張ってくれてるな、今回。ちょっとなるべく真面目に来てくれんかな。回復すごいな。しばらく生きていけるぞ。ここすごい。近い。これ、巻いてくれんかな。巻いてほしい。邪魔。アイトル、な。なんで俺が忙しい時ばっかり。じゃあ見えん手前。あ、くそ。ちょっと物資はすごい充実してる。これも壊す。なんとか広告募集中の看板か。上も開いとるな。くそ、集中できん。開いとる。そろそろ落ちてくれ。落ちろ。大爆発するはず、落ちる瞬間。まだっけ。くそ。しぶてー。ちょっと敵が開いてる。後期アリが守ってやがる。まだか。やばい、ここマジでむずいかも。マジでむずい。開いてくれ、上のやつ。ちょっと回復するか。ちょっと回復しよう。もう一個欲しい。わっけよ、今やろ。今や、頼む。あっけ、頼む。なんか音聞こえた。これか。垣根が邪魔。まだこの武器が弱いとかある。こんだけ家壊すのに便利なのに。くそー、ちょっと逆に。いや、あー、全然増えとる。増えとるのに。味方頼むの全然壊せた。あれ、こんな硬かったっけ。また減らして。やばいって。あー、もう開いてない。あ、くそー、開いてる。めちゃくちゃ開いてる。角度が悪い。戦っとる場所が悪いとかあるかな。カメラ。え、まだ、え、角に当たってないとかか。しっかりなんか、あの動力源とみたいなとこに当てんなんてことか。当たってるように見えて当たってない。でも明らかになんか爆炎上がってるとき、あの赤いとこな。動きながらやめて。くぅ、家じゃ。くそ。あー、くそ。もう角度がや、ちょっと壁。まず敵か、結構増えてる。処理か。うわ、大変このマップ。わ、低すぎるって。常に俺の上、マウントに届いてほしい。開いた。まだ。あ、やべ、くっそ、死体がマジで邪魔。いやー、初めてハードでここまで苦戦しとるかも。え、全然落ちんもんな。もう、カミキリムシで行こう。あ、もうか。気
逆に車線、あ、そっか、建物上に乗れば安定して殴れるか。ちょっとこれでやってみよう。入ってくれ。味方には虫の処理、まあ近づいてきたやつは全部レイピアでしばけばいいし。あ、飛んできとるな。はよ、相手くれ、どっか。全然あかん。いや、マジで結構戦っとったじゃん、さっき。開いた、開いた、開いた。ちょっと角度、角度。あ、くそ。あ、これでもいいのか。あ、でもなんかすごい効いてる感じがする。そう、エアレイダーの方がやっぱいいのか。あ、ここなんかいいね。開けとるし。マジ。ヒラルドハッチを攻撃するんだ。はい、早く開いてくれ。あ、もうレイピ、レイピやっぱ短いな。チャンス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 。はこんな簡単に落ちるやん。やっぱレンジャーのあの武器弱かったんだな。全然普通に落とせとるよ。やっぱいい位置当たってなかった説もあるな。でけえな。いや、敵もかなり増えたぞ。もし巣穴を築き増殖を始めれば、はあ、人類は無限の巨大生物を。巣穴ね、中盤ぐらい当たり前になってくるやつ。味方頼むぞ。ちょっとサティの上乗るか。早く開いてくれ。早く待ったらあかんしな。で、よそ見したらあかんしね。あ、いた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 。ここでいい、ここでいい、ここでいい。ここ、ここ、ここ、ここ。もっと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 。よしよし、全然強い。全然、カミキリムシだ。あ。この、船が沈むってことは敵の増える。ちょっと、お前。いや、まずなんか、あ、びっくりした。こんなん落ちたらこれだけじゃすまんやろ。お前か、年だ。ただ、あ、あれ当たってる。あー、きついか、この角度。うまいことつく。やばい、ここ。これでいくや、これでいくやしかない。まずい、一旦引こう。めちゃくちゃやばいことになってる。違う、グローブ一旦減らすか。ここ、やばい、ちょっと回復も欲しいな。あ、まずい、焦るな、だいぶ焦っとる。回復も欲しいし、船もだいぶ減ったんじゃない。え、あと1機、これもしかしてさっき何やったん。すげえ時間かかっとったよね。回復し、回復を取って多分最後虫やばい、投下しとるな。いけいけいけ、間に合い、当たってないか、遠いのか。まずい、ボール、ちょっとあいつに張り付こう。バックアップのウィングダイバーを投入する。は、遅いわ。もう兵力もだいぶあれだったから。チャンスチャンスチャンス、キーキー邪魔。え、届いてない、遠いすぎるんか。当たった当たった当たった、あと10発、間に合い、ダメか、くそー。次のチャンスやな。ただやっぱ味方がなんか頑張ってくれてる。雑魚処理もう開く。おし、でもうおらんよね。あとは雑魚処理するのみだ。なんか一匹おるな。おめえか。よし、倒して。あ、味方も強いし、ちょっとアイテム回収に行くか。うわうわうわ、いや、コロニーをしてきたみたいになっとるやん、ガンダムの。あ、まあ、ちょっと見すぎた見すぎた見すぎた。こんなんですまんって。だいぶ戻ったな。あ、でかい回復がある。
と回復しつつ、あやまも回収して、あ、近い近い近い、適当に打ちながら行くか。もう落とすも落としたし、え、味方死んだもしかして。やたらヘイト飛ぶようだったな。あ、まずい、まずいっす、まずい。味方だいぶやられたか。あ、武器結構出てんのに。あ、やったレンジャーも来た。あ、味方今回無限に増やしてくる感じか。早く、危ない。ちょっと焦るとやっぱ敵面にやばくなるな。全然おるけど、違う、いや、ここの通路ですぼめて、ここ、はい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 、上か、よし、背中にもおる、よし、うぅ、右、うぅ、忙しい、左、右におる、やってねえか、よし。いや、過去最長の尺になるんじゃないかな。まあ、序盤がグダってのはあれなんやけど、しっかりアイテム回収して、もう買ったくせえな。味方もなんかガンガン投入されとるし、やっとくか。狭い、てめえよ、よいしょ。左側にも俺だな。で、この武器回収して、どういう状態？あれか、敵多すぎるとなんかどっか家の隙間にはまるんですよねなんかほんとなんかポリゴンの隙間に行きすぎて倒せんくなることもあるし、 あと2匹ぐらいか、この感じ。あ、ちょっと見づらいし、今回は閉店しなくて済みましたね、さっきジャティか。あ、に、あ、結構落ちとるな、ここ。リングダイバー、そう、ヒットポイント少ないので、こういうのこまめに取っとけば、楽になると。ヒットポイントどんぐらいまで行くんだっけな。フェンサーとかで1万超えてるの見たことあるんですよね。もともとあれはやっぱり、なんか耐久系の職種だから。あ、結構まだあるね、武器とか。やっぱインフェルノの前にはその武器の出るあれがかなり弱くなるしな、ハードでクリアしても。次あたりもう14面だっけ、そこであのインフェルノ簡単にクリアできるので、次全然集中してない。今13やね、多分次も一気にインフェルノでやってみようかな。本当に簡単にプレイできるんで。この辺におるけど、ハマってますな。大丈夫か？大丈夫か？どう？あと一匹。あと一匹もハマってそうだね。あ、こっちもあんましっかり回収して。この左手の方にハマっとるはず。あ、大丈夫か？大丈夫か？楽にしちゃった。よし。ヘクトル？え？恐るべき相手だ。何それ？上陸を許すわけない。あ、あのロボットのことヘクトルってこと？に部隊を派遣して迎え撃つ。そんなファイアーエンブレムでおなじみの。エリウッドとリーン出てくるかな？